ガルベストンはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の22番艦。後にミサイル巡洋艦に改装され、ガルベストン級ミサイル巡洋艦の1番艦となる。艦名はテキサス州ガルベストンにちなむ。ガルベストンはペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船株式会社で寄港し、1945年4月22日に、 クラーク・ウォーレス・トンプソン夫人により浸水する。1946年6月24日、ほぼ竣工に近い状態で建造が保留され、船体は大西洋予備役艦隊フィラデルフィアグループで保管される。1956年2月4日に CL-93 に監視指定され、1957年5月23日に CLG-3 に 艦守変更される。1958年5月28日に JB コルウェル艦長の指揮下収益する。ミサイル巡洋艦として収益したガルベストンは1958年6月30日にフィラデルフィアを出港し、バージニア岬海域で建造所による大焼けが行われた。大焼けではタロスミサイルの発射試験も行われ、成功裏に終了した。 タロスミサイルは3000ポンドの重量で4万 HP のラムジェットエンジンにより超音速で飛行し、その射程は65マイルにも及び、航空で敵機を破壊するように設計された。弾頭は通常弾頭と核弾頭を搭載することができた。ガルベストンは1958年をノーフォーク海域での作戦活動で終えた。ガルベストンは西インド諸島海域で訓練。 評価試験を行うために1959年1月16日にプエルトリコのサンフアンに到着した。ありがとうございます。